ああ、来たか。よし、キャンサーと一緒にイチゴ狩りして仲を深めるぞ。逆だ、舐めてんのかてめえ。言い間違えただけだから、狩るって言ったらイチゴじゃん。それでキャンサーと仲良くなれることもありえねえだろ。そもそも一緒に行くは無理だろ、襲われるだろ。そうだね、あいつらに情なんてなさそう。でもどうして作戦間近にキャンサー狩りなんてするの？訓練じゃ相手が常にデータだろ。本物のキャンサー相手に肩慣らししておきてんだよ。私なんかでいいの？スモモは？あいつは感性に任せて戦うタイプだから、そういう準備はいらないってよ。振られてない？うっせえ、なわけねえだろ。暴力反対。とっとと行くぞ。うへぇ、はいはい。いざ、ダンジョンへ。調子に乗んじゃねえぜ。どうだ、行くぜ。さすがチャンスだ。そう、クライマー、こっちは最強姉妹だっちゅうの。ありがとよ、いい肩慣らしになった。ところで、その銃って本物なの？どうして持ってるの？軍人なんだから持ってたっておかしくないだろ。私も欲しい。申請しよう。通るかよ。そんな審査厳しいの？私らにはセラフという武器がすでに与えられてるからな。キャンサーに効かない銃の許可が降りるはずがねえ。じゃあどうやって手に入れたんだよそれ。闇で手に入れたのさ。じゃあちょっと闇行ってくる。どこか分かってるのかよ。ジメッとした裏路地。ただのイメージじゃねえか。違うの？違えよ、警察や法の手が届かない場所さ。教えて。素人が言ったら危険だ、やめときな。銃欲しい。なんでさ。セラフと合成したいから。はあ？セラフと銃が合成できるってのか？属性が銃になる。そんな話聞かされてないぜ。だったら私のセラフにも合成してよ。といいなって。できねえのかよ。いや、試してないからわからない。その銃で試してみようぜ。いやだよ。合成できるならこの銃の魂的なものは残り続けるから、命を託す相棒としてそれもいいなって一瞬思ったけど、そんなゲームみたいなこと起こるわけねえだろ。確かにゲーム的な感覚で合成しようとしてた。しかも自分で言っておいてなんだが、なんだよ銃の魂的なものって。本当に。でも欲しい。モデルガンぐらいにしておきな。本物欲しい。無理だっつってんだろ。帰るぞ。はーい。イチゴを誘ってお風呂に行こうかな。なんだ、てめえも今から風呂かよ。裸の付き合いしようぜ。
お風呂には銃を持ち込まないんだな。やっぱ濡れると撃てなくなるから。いや、薬莢は防水だから濡れようが水の中だろうが撃てるけどな。裸で銃を持ってたら目立つだろ。ごもっとも。そもそもなんで銃なんて持ってるの？殺し屋だからさ。そんな恐ろしい人と仲深めようとしてたの？妹のスモモも殺し屋だぜ。恐ろしい姉妹だった。長生きしたいなら私らを怒らせないことだな。背中を流しします。ビビりすぎだ。そんな簡単に怒らねえから安心しな。はっ。いい湯だな。